エミリー・マーガレット・マッケンジーは、アメリカ合衆国出身の社会福祉家、日本で活動した、静岡県静岡市の名誉市民、マッケンジー夫人と呼ばれ、親しまれた。1918年、夫の貿易商談官ジョセフ・マッケンジーと共に来日し、静岡県で日本茶輸出の振興にあたる。夫の生協後も、静岡に泊まり、資材を投じて、 社会福祉の向上のために力を尽くす。入ーーンを設立し、経営にあたる。旧マッケンジー住宅静岡市鶴区高松にある。1940年に建設。設計は、ウィリアム・メラル・ボーリーズ。木造2階建て。赤い西洋川ラブきの屋根で、白壁のスパニッシュスタイル。海岸の近くに建設するため、土台はコンクリート打ちとし、風通しを良くした。 二階の客室の窓から駿河湾と富士山が眺望できる。屋上には天体観測を趣味とする夫のために展望室が備えられている。マッケンジー夫妻はこの邸宅にホマムの愛称をつけた。夫の死去後も夫人は静岡市の自宅に泊まった。恒例のため1972年にアメリカ合衆国へ帰国した際に敷地の半分を静岡市に寄贈。 残りの土地と建物は静岡市が買い取った。1987年に内部を改修。敷地の一部に静岡市入寺院が建設された。1997年12月12日に国の登録有形文化財に登録された。2010年度に第3回静岡市警官対象洋館物語賞を受賞した。現在は無料で内部の見学ができる。 所轄は、静岡市教育委員会、管理は、静岡市観光交流文化局歴史文化課、運営は、公益財団法人静岡市文化、振興財団である、駿府城公園内のエミリー・エム・マッケンジーの石踏み、ありがとうございます。